は平成7年に、農業生産法人として、立ち上げた京都有機株式会社の、代表取締役の加山義則です。主に、生産もしてますし、今一番力入れているのは、宇佐野町の、お米であったり、野菜であったり、加工品であったり、いろんな部分を今、販売の方に今力を入れているところです。この宇佐野町の土地柄であったり、この風景であったり、宇佐野町独自の作り方である、京の豆っこ肥料を使った独自の栽培方法を物語として店舗さんであったり、百貨店さんであったり、いろんなところにアピールしてます。やはりその辺の、取り組みが超独自の取り組みなので、店舗さんも百貨店さんもその取り組みに賛同して、僕たちも協力していってあげようということで、お取引を今、徐々に増やしていってる最中で、やっぱり人の力ってすごく大事なところがあるので、ただいいものだけを作ってるっていうのであれば、それでやっぱり終わってしまうので、それをいかにそういう方々に知っていただいて、じゃあそういう方々が宇佐野町の産物のためにちょっと力を貸そうかなって思ってくれると思ったら、もうこれは一番の近道であるので、やっぱり僕はそれ人との付き合いであったり人脈作りっていうのを一番大切にしています。今は香港であったり海外に向けて、宇佐野町のお米も出荷が始まっておりますので、今年の新米からは宇佐野町のお米、その辺を、香港とか、中国に、大々的にアピールしていきたいっていうのが今の一番の、展開でありますし、目標でもありますし、それが宇佐野町の農業の発展になると僕は確信しています。